サイ28歳、ジャック28歳。え、こいつ28歳、いくつすぎんの。偽装できたし、だってシャンクスぐらいじゃないと無理でしょ、死を偽装するなんて海軍と組んで。ああ、なるほどね。そう、どうも、小池です。はい、伊藤です。いい、今日は、はい、というわけで今日はワンピースの若年層キャラまとめ、イエイ。はい、というわけで前回ね、中高年まとめをやりましたら、そう、50歳から上何歳までっていうのがあって、まあ50歳ベンベックマンぐらいで、うん、1000歳のズニーシャまで幅広くやったんですけど、高評価が多かったら若年層まとめもやりますって見事ね、高評価こんだけいただいてるんですよ。めっちゃすごくない？もう1日でぶち抜いたからね、ありがとうございます。ということで今日はリクエストにより若年層まとめをトリックもやってくれるんですけど、はい、やっていきます。今回もすごいとある考察を考えてくれたんだよね。はい、だからそれも出てくるんでお楽しみに。まあ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 、じゃあそれで年齢からね、皆さん聞いててください。はい、はい、とりあえずまず8歳おたまちゃんで、シャーロットアナナで、桃之助も8歳ですね。はい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 、はい、まあ桃之助はちょっと時々の身の年齢は考慮しておりません。もう本当だったら28歳、ね、そういうことですね、うん、でもちゃん9歳。ああ、もちゃんもそうか。そうそうそう。でシャーロットドルチェドラジェが9歳。はい、あの風船持ってるやつですね。はいはい。でシャーロットノルマンド10歳、うんうん、でチムニーが10歳です。そう、まあ意外に若いね、まだまだはね。で、クイナさん11歳、これ去年ですね。あ、で、シャーロット・ドシャ11歳、で、アイサも11歳です。で、ニンジン・ピーマン・玉ねぎも11歳です。はい、シャーロット・ウィロ12歳、シャーロット・ウェハース13歳、ニセチョッパー13歳。ニセチョッパーキツネなの？そうそう、あのキツネで、シュシュ14歳、で、バーボン・ジュニア14歳、ヒコイチ14歳、ホイケル14歳、マイケル14歳。ちょっとなんか動物とかって言いじまってね、なんか今裏わせのマイケルとホイケルの話ですか？そうそうそうそれとヒコイチとかいた？あのカルガモ隊と、そうだね、動物とかややこしいな。動物入れないでって、鳥のね、あの数え方で人間のやつ大人も分からへんやだって裏町のマイケルとホイケル、別に誰も注目してないでしょ。神木さんぐらいでしょ、世界で注目してる。はい、シャーロット・アングレ14歳、はい、でケンタロス15歳で、ストンプ15歳、うんうん、シャーロット・フランペ15歳、うん、若い妹で、キャロット15歳、うん、これまた若いですね、はいはい、で、モーム16歳おお、16歳っていうのかな。で、カウボーイ16歳、イワン X 16歳、うん、カルー16歳。あ、カルガム隊でも年齢違うんだ、ちょっとバラバラ。そう、ちょっとカルの方がお兄さんなんですよ。なるほど。さっきのやつらより。で、デリンジャー16歳。あいつ16歳。そう、あの東魚との歯。そう、そしてシャーロットプリン様。ちょっとあれで16歳って可愛すぎひん？そうなんですよ、もう可愛くなるしかないね。でも多分生きてたら、うん、もう多分 TikTok バズりまくってると思うんですよ。生きてたら、生きてるから。いやいや、現実世界に生きとったら何言ってんの。はい、そうだろ。レベッカ16歳、うん、で、白星も16歳ですね。あ、そうだね。はい、で、まつげ17歳。見えへんな。まあ、カルガモ舞台やけどな、うん、で、シャーロット・ヌガー17歳、うん、シャルリア級。シャルリア級じゃん。シャルリア級。シャルリア級ってそんな宮殿あったから思って宮殿の年齢もて。おお、17歳、はい、で、チョッパーも17歳、はい、で、サルデス、うん、18歳。背がね、伸びてね。そう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 。10つ語いきますよ、シャーロット家、はい、ニュー1、ニュー2、ニュー3、ニュー4、ニュー5、春メグ、夏メグ、秋メグ、冬メグ、オールメグ、はい、はい、全部18歳。はい、で、マーガレット18歳、うん、で、ミスゴールデンウィーク18歳、ケイミーも18歳。そうそう。で、みんな大好きコビーも18歳。おうおうおう。で、ビビも18歳。王女とかね、なんかね、10代って感じなんですよね。あ、そうなの。そうそう、なんか高校生ぐらいの年齢が多いかなっていう。へえ、はい、ルフィの方が1つ先輩かな。そう、ちょっとね、先輩から吹かせれますわはい、で、シャーロット・ユーエンさん19歳、で、ウソップ19歳、うん、そしてルフィが19歳、うん、まあ、みんな知ってるね、これはね、うん、で、エース去年20歳。あ、そうね。はい、シャーロット・マスカルポーネ、うん、ジョスカルポーネ20歳、うん、はいはい、20歳、クイーン20歳、マンボシ20歳、ステリー20歳、ナミ20歳。ステリー20歳やったの。ステリー20歳です。20歳にして王ってすごいですね。そうだ ね、そうなるとサブより年下なの。そう、意外に、ね、お兄様って言われたけど。そう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 、そうか。で、まあだってルフィが19歳なんでね、うん、で、シャーロット・パンナ21歳、コニス21歳、うん、で、モズ21歳、うん、で、いきますよ、1時、2時、3時、4時、21歳、うん、で、ゾロ21歳、うん、で、シュガー22歳、うん、で、ネロ22歳、うん、シャーロット・レザー22歳、うん、で、コウザ22歳。22歳なんだよ。
コウザ意外にちょっとビビよりも4つ上というね。何それな、けしからんね。ラキ22歳キウイ22歳、はい、ヘルメッポ22歳おイデオ22歳、うん、イデオ意外に若いですね。ちょっとヘルメッポって今でこそちょっとシャッキッとしてるけどさ、うん、22歳でしょ、はい、ってことはルフィたちの冒険始まって2年前で20歳だったとか。20歳20歳だったらバカ息子だった。バカ息子だった。そうなんです。やめてあげて、当選したから。ベポ22歳、うん、ベポ意外に年いってますよ。ノジコ22歳あいい女ですな。サボ22歳、うん、でブチ23歳おシャム23歳、うん、でシャーロット・ジョコンド、うん、23歳、うん、サディちゃんも23歳竜星も23歳そしてコアラ23歳あーかわいい。タシギ23歳キッド23歳ミセサンジ24歳シャーロット・ブラウニー24歳、うん、ブラハム・カマキリ・ワイパー24歳まあ仲良さそうやな。確かに。ミス・バレンタイン24歳、うん、シープスヘッド最近小枝ちゃんによく出るシープスヘッド24歳、うん、24歳24歳へえ。ブルーギリー24歳、うん、はいはい。ベビーファイブ24歳、うん、あーいいね。ベビーファイブ24歳か。でも24歳であんだけタバコ吸っとったらちょっとガンになりそうだけど。いやーでもーねえ、ちょっと上手いこと結婚しましたね。あれは良くないと思う。うまく捕獲を逃れてるってことでしょ。まあ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 、うん、チャルロス星24歳深星24歳、うん、レイジュ24歳、うん、レイジュ24ってちょっとあれじゃないですか。あかんな。何が。いやちょっとセクシーすぎるわ24にしては。うん、確かに。ちょっとあれは良くないよ、うん、バルトロメオ24歳、うん、ああまあわかる。ボニー24歳、まあ、ボニーはねちょっと謎ってよね。うん、年齢一生変えれるんでね。ねうん。でシンドリーちゃん、うん、これ去年ですけど24歳24歳でシーンやったんだ。うん、まあ、確かに女優としてはめっちゃ売れてる時代ですね、うん、ああ確かに。うん、でミセゾロ25歳でゲンボウ25歳、うん、スコッチ25歳、うん、ロック25歳、うん、パール25歳、うん、ジョニー25歳、うん、デュバル25歳、うん、マシラ25歳おえワタツミ25歳おシャーロット・メープル25歳、うん、シャーロット・ミュークル25歳おいな25シャーロット・マーブル25歳えシャーロット・モービル25歳レオ25歳マンシェリー25歳、はい、でカクも25歳ペローナも25歳ペロタンそうでスカーレット先生がお亡くなりになったのも25歳スカーレット先生って何その言い方先生ってすごく家庭教師か出てる今なんかじゃあ次26歳いきます。ヨサク26歳、うん、ニセナミ26歳、うん、パウリ26歳、はいはい、ミスターファイブ26歳、うん、そしてロシランテこれ去年ですが26歳26歳ねでシャーロット・ローラ、うん、シャーロット・シフォン26歳、うん、双子やからねで日和様26歳おキャベンディッシュ26歳、はい、ロー26歳トーヤ26歳ちょ、なんか入ってん今東映26歳どうしたの大事でしょ東映入れとくサリー選び今だそのちょっとくだりもう一回言ってみてちょっと待ってロー26歳東映26歳なんでローの口ローと同じだしローと同じだしなんか嫌だないえシャンブルスルーで次行きますバイロン27歳、はい、シャーロット・シブースト27歳、はい、サトリ・ホトリ・コトリ27歳、はいはい、ミセ・ロビン27歳、はいはい、少女27歳、はい、ビッグナイフ・サーキース、はいはいはい、27歳、はい、ベラミー27歳あ、マジでしたんだもんそう、うん、仲良さそうやからなで、ウィッカ27歳、うん、シャチ27歳おアルビダ27歳、はい、カリファ27歳カリファ27歳うんまーって言ってたんですかペコムズ27歳、うん、銀27歳おそのぐらい老けて見えるな銀ねえ黒が多いんかなうんやっぱあのクリークに出てたミスやねキラ27歳、うん、バンオーガ27歳あうんまあまあやねで次シャーロット・モンブ28歳、うん、シャーロット・カトウ28歳、うん、シャーロット・カンテ28歳、うん、ワンゼ28歳おっ28歳あちょっとやっぱデブになるとあかんな人はミス・ダブル・フィンガー28歳、うん、ワンダ28歳おマリー・ゴールド28歳プルボディ28歳、はい、ペンギン28歳サイ28歳ジャック28歳こいつ28歳いくつすぎんのはい、ドクキュー28歳、はい、オーブ29歳、うん、パティ29歳、うん、モージ29歳、うん、ジャンゴ29歳、シャーリー29歳、はい、シャーロット・プラリネ29歳、はい、シャーロット・プリム29歳、はいはい、コリブ29歳、コリブ29歳の人、髪どこ行ってん、まあ、若くてハゲちゃった稲
稲妻29歳、うん、人生何があったやろな稲妻もな。あなた経緯を知りたい。いやほんまにね。で、うん、ビオラ29歳、ワポラ29歳、おージーザス・バージェス29歳、ここまでが20代でした。で次、モネ、去年30歳、ベルメールさん、去年30歳、クロマーリも30歳、はい、ニセソゲキング30歳、バッファロー30歳、ミスターホー30歳、うん、4番打者としてはいい年齢ですね。イカロス・ムーヒ30歳、ダルマ30歳、ゼオ30歳、ドスン30歳、コーディ30歳。絶対めんどくさいからこの辺まとめたんじゃないか。新魚人海賊なんだろ。仲いい仲いい仲いいから。まああそこで同級生遊んだもんね。そう、うん、シャーロット・ババロは30歳、うん、シャーロット・スナック30歳、やっともっと4小生まで来ましたが、ね、サンダーソニア30歳、うん、ルッチ30歳、おじさまですね。そうだね、30にしてはちょっと渋いっすよね。なんかあれ全然竹の自由高みたいなのが渋い感じね。え大人になりそうねえ。でロビン30歳、ゲダツ31歳、こいつ31歳にして番頭なんていう職業ってちょっとあかんで、ほんまほんまやね。女子どういう目で見るやん。ねえ、プロ31歳、うん、シャーロット・ポワール31歳、うん、シャーロット・ガレット31歳、うんうん、牧野さん31歳、あーいい、いい、ミスターワン31歳、うん、ホーキンス31歳、うん、アプー31歳、うん、ハンコック31歳、あ意外にお年を召されてますね、ハンコックさんはね。そう、絶対美魔女になるわハンコック。うまいな。ね、シャーロット・ダクワーズ32歳、うん、チェス32歳、うん、でカリブ32歳、うん、ペドロ32歳、うん、ブルーノ32歳、うん、ミスターツ・ボンクレ32歳、うん、シャーロット・メリゼ33歳、うん、ボビー・ファンク33歳、パッパグ33歳。そう、結構長生きね、パッパグね、うん、シュラ33歳、ルル33歳。おお、見た目もっさいわ。まあね、いろいろあるんでしょ、うん、グラディウス33歳、ゴッティ33歳、ドレイク33歳、うん、シャーロット・バサンズ34歳、うん、シャーロット・サンマルク34歳、うん、カルネ34歳、うん、全力のシシリアンさん34歳。これあだ名コメント、いや34歳でもやっぱ全力で生きてるんだぞっていう。バカにしてるな。いや、バカにしてない、バカにしてないよ。カバジ34歳、うん、で、モンドール34歳、うん、ヒナ34歳、おセントーマル34歳、おで、タイルストーン35歳、うん、ザンバイ35歳、うん、チュー35歳、クロ35歳、おハンニャバル35歳、うん、ドルトン35歳、うん、フェル35歳、おバンダーデッケン35歳、ウィーブル35歳、シナモン35歳、シトロン35歳、うん、スムージー35歳、うん、ラッキールー35歳、うん、まあ、なかなか35歳は熱いメンツでしたね。頭ってるね、うん、結構な世代じゃない。結構な世代ですよ、うん、続きまして36歳いきます、うん、アブサロム去年36歳、おとひめ去年36歳、うん、ネズミ36歳、うん、36の人悪いやつやでほんま。ケリーファンク36歳、ミセルフィー36歳、絶対早死にしますね。ほんまやな、うん、シャーロットタブレット36歳、うん、シャーロットハイファット36歳、クマドリ36歳、ビット36歳、スモーカー36歳、うん、カタリーナデボン36歳、うん、フランキー36歳、キンエモン36歳、うん、キンエモンとフランキーって同い年だったんですね。36歳、はい、俺とも同い年こと。そういうことです。え、キンエモンとフランキーと同い年俺。そうです。えスモーカーもクマドリもすごいな、同級生なかなか強いですよ。カタリーナデボンもおるし、うん、え、いつの間にか俺なんでキンエモンと同い年になったん。そうっすよ。ショックやな、なんか人気の身で行きましたか。いやいやいや、あ、俺フランキーと同い年だったんやもん、いよいよ。そうっすよ。あ、そうなん。はい、ポルシェイビー37歳、マルニエ37歳、はいはい、モーツァルト37歳、ジャブラ37歳、うん、ミスター337歳、うん、ミスター3お前37やってんな。ほんまやな、芸人みたいな感じやな。あんま年取ってないわ。そうだな、意外と中堅どころを、ね、うん、固めてるんだ。次もまた芸人のホクシー38歳。芸人じゃないけどね。芸人じゃないけどね。クロービー38歳、うん、バスティーユ38歳、おう、百段ハックさん38歳、おう、ハック38歳っすよ。もっといつせったな。あと85歳ぐらいと思ってた。俺ももうね、中高年まとめにそういうおらんかったなと思ったったら、なんか革命軍とかでもなんか老害とか言われちゃいそうな感じねえ。38っすよ、意外に若い。若い、まだまだ人生これからですよ。というわけでいきまーす。で、直ったか。はっちゃん38歳、うん、バスコソット38歳、ラウリン39歳、うん、コンボ39歳、はい、氷蔵39歳、あんなに飲んだくれじじいみたいな。いやもう終わりや人生。勘十郎39歳、エネル39歳、
バギー39歳へぇー、そう、若作りしてるけどな、はいはいはい、シャンクス39歳そうだね、首羽スレイマンさん40歳、うん、一本松40歳、うん、40歳、いや、なんかもっといってそうだな、まあ確かにな、うん、で、シャーロット・コーンスターチ40歳、うん、シャーロット・マッシュ40歳、シャーロット・モスカート40歳、うん、ベイカー40歳、うんうんうん、シーザー40歳、おう、アイスバーグさん40歳、うん、犬嵐40歳、うん、猫まむし40歳、うん、黒ひげ40歳、なかなかの世代、なかなかの世代、うん、40歳、シャーロット・ノワゼット41歳、うん、スパンダム41歳、うん、チャカ41歳、うん、アーロン41歳、うん、ベルゴ41歳、うん、ドフラミンゴ41歳、うん、ラフィット41歳、うん、すごいよ、ここも、うん、ここもなかなかですよ、うん、で、三つ首のバスカビルのカビルさん42歳、うん、シャーロット・ドス・マルシェ42歳、うん、バスカルテ42歳、うん、ヌストルテ42歳、うん、ダイヤモンド・ジョーズ42歳、オーロンブス42歳、アバロ・ピサロも42歳、で、ベッチも42です。シャーロット・ブロワイエ43歳、うん、ブリュレ43歳、うん、モンブラン・クリケット43歳、うん、ミホーク43歳、うん、意外に言ってますね、ミホークさん、若く見えるな、うん、まあ、好きなことばっかやってしまうからな、ミュージシャンみたいにシャーロット・ズコット44歳、うん、キロス44歳、うんうんうん、モーガン44歳、うん、クリーク44歳、シリュー44歳、うん、クズが集まってるやん、そこちょっと、そう、で、シンペア隊長ヤマ45歳、うん、ガイモン45歳、うん、ミセフランキー45歳、うん、チャヒゲ45歳、うん、ディアマンテ45歳、うん、シャーロット・エンゼル45歳、カスタード45歳、うん、クラッカーが45歳、うん、でマルコも45歳、うん、で続きましてジェリー46歳、はいはい、セルピンク46歳、うん、シャーロット・ガラ46歳、うん、シャーロット・カバレット46歳、ガデンチャ46歳、カウンター46歳、オペラ46歳、うん、で、卵男爵46歳、うん、アラディン46歳、で、クロコダイル46歳、そしてジンベイが46歳。おはい、次行きます。そう、なかなかですよね。うん、あと46歳、大事な人を忘れてました。ヒグマさん、去年46歳。ジンベイ46歳だったら、はい、百段ハック親友って言って自分で、はい、結構年齢は入ってんだね。そう、だから、嘘。え先輩後輩みたいな感じだったんだけど、ハックの嘘、ジンベイからハックの名前出たことないもん。あー、ちょっとでも有名人だって写真撮ったけど、俺は有名人のあの人友達だからって言うやつ、マジそう一緒あれは絶対に嘘確かにな、過去編のなんか魚人島編の全然出てこない。そうだって、ハックしかもなんか覇気使われへんらしいし、雑魚よ雑魚、もっと修行して。ホグバック47歳、はい、シャーロット・エフィレ47歳、シャーロット・アッシュ47歳、シャーロット・アマンド47歳、シャーロット・モンド47歳、マゼラ47歳、分かる、ビスタ47歳、ウルージーさん47歳、ヤソップ47歳、クマ47歳、うんうん、結構ですね、うん、そして三つ首のバスカビルのバスさんが48歳、あれ三つ首結構みんな年齢バラバラなのに仲いいのすごいね、すごいな。でモモンガ中将48歳、うん、現像48歳。もっと年いってそうやったな。そう。で、シャーロット・オーブンが48歳。うん、大福48歳。うん、カタクリ48歳、うん。で、シャーロット・コンポートが49歳です、うん。そしてですね、トレーボルが49歳。ラスト、青生地が49歳です。以上。以上。すげえ。なんかそう思うとあれやんか、なんかすごい、クザンって出世早かったんだろうね。いやー、やっぱあいつ出世早いっすよ。うん。やっぱそう考えたら結構ね、年齢から見ると思うことはいっぱいありますよね。なんか、最初に考察がどうのこうのってやつ何だったの？あー、ロシなんてって、26歳で死んでるんですね。あー、コラソン。コラソンさん。26歳で死んでるって言われてるんですけど、実はロシなんて生存説があるって言われてる、知ってます？あー、うっすら聞いたことある。なんかバラティアに来てた、実は、そうそう。じゃないかみたいな、そうパラティエで燃えてるやつがおったみたいなことを言うとって、うん、でそいつは実はロシなんてのことじゃないかって言われてるんですけど、うんうん、確かに。でバラティエに来てるってことは、まあ、多分26歳で死んだ後のことやと思うんですよ。確かに、だから死んだとされるのは13年前でしょ。そうそう、だその空白の13年の中に来てると思うんですけど、空白の100年あるからややこしいな空白の13年でしょ。そう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 、その13年の中にあるんですけど、これね、僕ね一つ気づいてしまったんですよ。26じゃないですか、うん、これ実はある人物って同い年なんですよ。13年足したら39になるじゃないですか。あー、シャンクス。39、そう、シャンクス、うん、つまりロシなんて今赤髪海賊団としてね
活躍してるんですよ。ほんまか。いやもうこれシャンクスってやっぱ同年代やったからロシランテはまず死を偽装できたし、だってシャンクスぐらいじゃないと無理でしょ、死を偽装するなんて海軍と組んで。ああなるほどね。そうなるほどなるほど。で、うん、偽装してでみんなでちょっとバラティア行ったんですよ、うんうん、で行った時にうわあいつマント燃えとるわ、ははみたいになったんですよ、うんうんうん、でも今はじゃあ素性を隠してちょっとまたシャンクスと一緒に悪いことがいいことかわからないけど、悪いことってなんか企んでるんかなっていう感じ。ああまあ、なぎなぎの実はね、なんか情報収集とかにすごい役立つ。そう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 、まあ、確かにな。でも生きてるとは僕もなんとなく思ってるから、うん、それがね、小田先生のことが意外なところで出てきそうだよね。そうだ、太陽の海賊団と共に一緒にいたコアラはあんなね、綺麗になってまさか革命軍のサボの相方みたいになって出てくるとか、ね、誰も想像してなかったから。あほんまによ。そう、想像しないところで現れるってなんか普通にすんなりとローの前に出てくるとは思わないから。そう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 、それがルフィが憧れてるシャンクス、そうローが憧れてるコラソ、まあ、同盟同士だからこそ憧れてるところに現れるちょっと胸熱かもね。そうそうそう、確かにね、ルフィと一緒にいたら絶対シャンクスと会うから、その時にコラソンとローの再会もありえるかもしれません。あーウソップとヤサップの再会もあるだろうし、なんかすごいす、なんかいいねその考察。いやもう再会祭りなんですよ、赤髪海賊団とのと会った時は。みんな再会祭りって、いやもうみんな再会だイエーイみたいな、そういう幸せな感じでね、皆さん過ごしていきましょう。ポツンと横でブルックだけわしまだ全然会われへんけどみたいな。いやいや、もう赤髪海賊団ラブーンも連れてるわ、そうなったらそれはないな。ラブーンがレッドボスを引いてるから。そう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 、いやない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 、やめて、絶対ない、やめて、もう怒られるよまた。はい、今日の動画良かったよとしたらぜひ高評価教えてください、押してください。でまたね、どんなまとめやってほしいかの要望も待ってまーす。待ってまーす。次回は、はい、次回なんですけども、もう8月9日にスタンピードがもう差し迫ってるじゃないですか、はい、あ、迫ってますね。はい、だからちょっと映画に関することをやりたいんですけど、ワンピースがそもそも始まった時、はい、もちろん映画もあって、その第一弾の映画って、まあ、僕も思い出深く好きなんですけど、いらっしゃいよ、第一弾の映画って。だからそれはちょっとまた企画で言うんで今言えないんですけど、皆さんはっきり覚えてますか？最近ワンピースを好きになった人も多いと思うんで、その話どんなんか詳しく説明したいんだけど、うん、せっかくなので多分見たことないよね。ない、見たことない人になんかボスの映像が見せるんで、どんなストーリーを組み立てるかミリシラ企画をねやってみたいと思うんですね。おー、最近流行るミリシラね。そうです、それをワンピース、1ミリも知らないワンピースって感じだよね。そうそう、それをやるんで、次が見たいよって人は今のうちにチャンネル登録してください。それでは See you。 バイ。いやー、年齢まとめ楽しかったですね。ローとワイトでしょ、フランキーとスーパーってやっときるじゃないですか。スーパーちょっと似てる。あとシャーロット系ちょっと多すぎるな、こういう企画の時な。ちょっとずるいなあれな、ちょっとかさましくてる感がすごいわこれ。そうだね、うん、あー。